テレ東。今日発表された10月の主要な経済指標によりますと、中国経済は引き続き新型コロナウイルスによる打撃から急速な回復を見せています。中国の国家統計局によりますと、10月の小売売上高は1年前と比べて 4.3% のプラスとなりました。このうち飲食店の売上高は 0.8% のプラスと、今年初めてプラスに転じ、コロナ後の経済回復の加速を裏付けています。また自動車が 12% 増と、4ヶ月連続で2桁の伸びを維持しているほか、化粧品や貴金属宝石類の好調が目立ちます。また工場やオフィスビルへの1月から10月の固定資産投資は1年前に比べて 1.8% 増と伸びが続きました。一方、10月の工業生産は1年前と比べて 6.9% 増と7ヶ月連続のプラスとなりました。 EV など新エネルギー車や工業用ロボット、パソコンなどが伸びています。国家統計局は国内経済は回復の途上にあるとしつつも、ヨーロッパやアメリカなどで新型コロナの感染が再び拡大していることなどを念頭に、全面的な回復にはまだ多くの挑戦に直面しているとしています。中国政府は国内需要の拡大のため、所得は低いものの人口が多い農村部の生活水準の底上げに一層力を入れていくことになります。